九州は一つ。大分の伝統工芸竹細工に独自のアプローチでバンブーアートへと進化させた竹芸家中富はじめ、匠の蔵。城下町の風情が残る竹田の町並み。中富の工房は廃校となった中学校の音楽室。竹から生まれた作品たちがたくさん並んでますけれども、曲線に見入ってしまいます。これなどは例えばどういったところから発想されるんですか？これはまあ娘が生まれてですね、まあ身の回りにフリルって言いますか、フリフリのついたものがすごくたくさんあった時期があってですね、そこに影響を受けて制作した作品のシリーズですね。中富は日常からインスピレーションを得る。娘が生まれた喜びを竹で表現した。去年湯布院で開催した展示会、竹細工の伝統に今までにない斬新なアイデアを加えた中富作品は高い評価を受けた。こういった形のパーツが様々に組み合わさって面白い造形ですね。はい、これはまあ数字の8を、まあ、モチーフにした作品でですね、ハチホグとは祝いを言葉で伝える意味のことほぐに数字の8を加えた中富の造語。武田が水害に見舞われた年、復興を願ってこのシリーズの制作を始めた。吉祥を形にする、平安を祈る願うっていうのもやっぱり工芸の大事な仕事ですね。そういう吉祥もですね、刻んだり取り入れたりするっていうことは、まあ工芸の伝統の一つでもあると思いますので、現代的な吉祥の使い方として制作してますね。